北条惚れ貞は、鎌倉時代後期の北条氏の一門、大仏流の当主、おさらぎ惚れ貞とも言う。父は、北条終戦六原短大南方、連書などを歴任した人物である。法安八年、北条終戦の子として生まれる。生誕年に関しては、異説もあるが、元服寺に特捜の北条貞時より変記を受けて貞宗と名乗っていることから、 そのあたりの時期と見て、間違いはないだろう。時期や理由は不明だが、後に、これさだに解明した。下限2年7月10日に、引き付衆に任じられる。以後は、小侍奉行、表情衆、引付頭と順調に出世を重ね、昭和4年に、六原丹大南方に任じられて、西国、紀内の悪党の取り締まりに尽力した。しかし、4年に、 三大職の辞任を命じられ、鎌倉への帰還を命じられたが、この時に、公認の法上貞行への引き継ぎ、さらに空白の合間を塗って、五醍醐天皇一派によって9月には、成中の変を引き起こされている。そして変後の10月30日には表情集に、返り咲いた。小中三年4月24日に伝書となり、第十六大執権の法上森時を補佐した。 しかしこれは、同年の火薬の騒動によるものから打ち完了として、漠成を主導していた、長崎隆助らによる、優和策の一環としてこれさだが利用されたものとされる。そしてほどなくして、病に倒れ、出家してから火薬2年9月7日に死去した。去年43。家徳は、着死の高信が継いだが、翌年4月に創生し、弟の家時が家徳を継いだ。 大仏一族は後、家時が鎌倉幕府滅亡時に実決し、定宗、高直らが降伏後に処刑されている。和歌の才能に優れた文化人であり、極用和歌集にこれ定の作品11種が残されている。日付イコール旧暦鎌倉年代記、北条時政以来貢献次第。ありがとうございます。